ちは。暗いな、なんか。まあ、いいか。こんにちは。なんか、おお、頑張れ、頑張れ。こんにちは。一緒、遊びに来て、ありがとう。あ、なんか、斜めたな。頑張れ。ミヒがね、クロワッサンくれたの。食べかけやけど。あ、うかこかん。クワッポ似てる。ヤッホー。あ、チョコ。クロワッサンかな。うん、今日はメイクが100円ですか。大浜です。泣いてる。トミーヒーが初日です。うん、ネットスパンでユナの交際人マジ。昨日の髪の毛どうなったの。めっちゃ細かく三つ編みしてもらって、お団子の中から出してもらってます。ポイントにやってる。 Thank you。オンライン申し込まれた。お、嬉しい。なんか今週からオンラインですよ。半週間、2週間、3週間か。今日もネットで見てました。久しぶりの。そうですね、あれかもしれませんし、あれかもしれませんし、あれかもしれませんね。今日のユニットは、はいね、グッドスパンとちょっと14日まで。うん、寂しいな。なめていたね。早く会いたい。そう、りょうちゃん出て終わったら告知しな。一本満足バー持ってきたけどいいや、クッキー食べよう。グッドスプーン全制覇しちゃう。嬉しい、ありがとうね。みんな早いね。赤毛かゆくわけ、マジで。めっちゃ嬉しいねんけど。コミコン楽しかったよ。なんか スケールがすごすぎて、あの、なんていうの、見える、もうなんか展示してあるものがすごすぎてびっくりしました。本からグスプマジック、マジ早う、嬉しい。14日までです。グスプーンとグッスプーン、待っててらっしゃい。じゃあね、ナンバーライティーをね、今回も未来が出てくれます。普通に出れてんけど、せっかくね、未来にポジション覚えてもらったし、卒業まであと何回出れるか分からへんから、なんかあと2回ぐらいは出てほしいなって思って、まあ、卒業するさ日は決まってないけど、なんやろ、私のね、ナンバラエティーしてる姿は多分まだまだこれから見れるけど、未来がナンバラエティーしてる姿は全然あと限られてるから、未来に出るって言って出れそうやったから、未来が出てくれます。
私は課題でもしておきます。でもちょうどその日にいろいろ立て込んでたもの全部終わる日やからちょっとありがたいですね。ちょっと一回休みます。ねえ、もう本当に青春念仏リクエストはめっちゃ嬉しかった。みんなで絶対これでナンバラエティ公演に足運んでくれる人捕まえようなって言って、もう私たちが一番こだわってる曲でもあるから、なんかこれでナンバラエティ公演の良さをとか、この曲の良さを私たちが処理地面でちょっとぶつけようって言って、めっちゃみんな気合い入ってやってました。ね、なっ、あーって真顔、そう真顔とね、あのわーっていうところのギャップがね、あの曲はいいところ、床叩くところもお気に入りポイント。今日は夜お弁当まだ食べてません。朝にメカブご飯を食べたのでちょっとお腹いっぱい。劇場どうやろ、暑いんかな。私は長袖でちょうどいいかも。でも半袖のメンバーの方が多いです。今日は嬉しい、精神念仏その人がわーすごいってさの聞こえた、嬉しい。でーちゃん正解、めかぶなー、めっちゃ好きやねんな今ハマってます。コミコンのグルメ、アンジュが長いポテト買ってきてくれて、それ一口もらいました。私はあとレイさんもポテトくれた、それを食べました。あとは何してたやろ私、あの今日の練習とか裏でしてたからちょっとバタバタは。そう課題がね、ちょっとね1ヶ月で仕上げないといけない課題を、あのリハーサル期間っていうね、あのリハーサルと編集っていうことを言い訳にして、あの1週間で終わらせようとする出口がバチが当たっていましたより今まあちょっと明日までなんですけど、まだ終わってないっていうね、うん、まあ自分が悪いです、しょうがない。ゆうみさん昨日ショールームでリクアは最後、ゆかの最後、ゆうなのせいでないだって、私ボロボロでしたからねなんかさ配信見た時にさ、アーカイブ見た時に、あ私あんま泣いてるとこ映ってないなと思ったんですけど、あの皆さんが多分思ってる以上に結構泣いてました。だから前が夢に歌ってる時に私がもう下向きながらうーって多分泣いてて、なんか 2A のこれが限界のように手伸ばしていくところあるんですけど、夢にげの私がってやってるから前がひなさん頑張れって後ろでひな壇から言ってくれててそう、あの結構多分笑ってる方が多いけど、タイムボムとかもあのゆみさんに向かってこうやってチューってする振りの時に、彼も意外とさらっとして見えてたけどこうやってしながらカレンと二人ででずっとカレンの顔見て大号泣してました。そうゆみにがみんな泣いてたね。まああれはでもどの先生からもゆみにがすごく良かったって言ってもらえて、ファンの皆さんもそうやけど、なんか2位だったからこそなんていうの、
ああいうパフォーマンスっていうか、なんか1位でも泣いてたと思うけど違う涙やった気がするから、なんかどっちかっていうとやっぱよかった、嬉しいとか、ドラさんロッキー大好きとか、ファンの皆さんありがとうみたいな感じの涙やったから、なんかそれに悔しいが重なったことによってなんかまた違う夢逃げが見せれたんじゃないかなって思うし、やっぱそういう崖っぷちとかしんどい時とか悔しいとか、ちょっとマイナスではないけど、まあプラスで、プラスっていうか、なんていうの、明るい気持ちじゃない時に聞く夢逃げが一番なんていうんやろ、響くから、なんかね、もうとにかく嬉しかったのが、フルで歌えたこともすごく嬉しかったし、フルでドラさんロッキーで歌えたこともすごく嬉しかったし、フルでコールが聞けたことがすごく嬉しくて、なんかもう、あ、公演の時に聞いてたコールやってめっちゃ思った。それで、あの夢逃げ、それこそさあライブとかでドラさんロッキーで披露させていただくこととかもまああったけど、フルじゃなかったしコールもなかったし、なんかめちゃくちゃコールって私たちがの悔しい気持ちを晴らして、なんか背中押してもらえた気がする。なんかサビのはい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 とかめっちゃ懐かしいと思って、なんか夢逃げ公演のなんか自分の気持ちを思い出しました。あそこでなんか いつもドラさんロッキーで歌ってる時はなんかこれからとかいう感じで歌ってたけど、なんかあのコール聞いた時になんかすっごいなんかフィードバックしてきたっていうか、うわこれこれってめっちゃない思った。そうめっちゃ嬉しかった。普通に2位っていうことも嬉しい、いっぱいある曲の中で2位にランクインできたってすごいことやと思うし、なんか2位になったことでなんか逆にあ先輩になってんなってめっちゃ感じましたね。なんかスワンボートを1位にしようってしてる B2 とかの活動を見てて、なんかすごい後輩が頑張ってるなとか、なんか見守る立場になってたのもなんかあ自分って先輩になってきてんねんなって改めて感じたし、なんか純粋に応援できたし、なんか後輩が頑張ってる姿に見て頑張らなとも思ってたし、なんかやっぱね一つのこと成し遂げるってすごいことだと思うから、なんかね見守る立場になってんやってその時にも思った。めっちゃでもまあそれこそドラさんロッキーの意地もあったから1位になりたいっていう気持ちもみんなあったし、でも後輩見守るっていう意味では先輩のあれもあったと思うから、なんか感情は忙しかったけどまあね、うん、それは思った。だからスワンボート1位になった時は悔しい、てかスワンボート1位になって悔しいとは思わんかったかも。夢逃げが2位が悔しかっただけで、スワンボート1位はなんか後輩がキラキラしてるところ見れてすごく良かったなってめっちゃ思う。みんなさ一生懸命さ Twitter とかさビラ配りとかさ、それこそ大きいさスワンボート作ったりさ、なんかすごいなって思ってたから、なんか今までの2位の中で一番満足っていうか達成感のある2位やったなって。まあ陸親やからねバチバチはしなんでいいと思うねんけど思った。なんかねすっごいさ、いや先輩の点やってリクワでめっちゃ気づいたかも、うん、なんかねリクワはねとどろけで、なんかやっぱ後輩からメイクしていくんですよスケジュールでね。で先輩になればなるほど入り時間が遅くなるんですよ。昔とか一番早かったのに最後の便とかになってて、私がとかちょっと最後から2番目の便とかになってて、え私ってもうこんなと
ところでこんなところの入り時間になってんやってなんかめっちゃ思った。なんかあそうなんやって思った。先輩意外そんなにおらんねんやって、なんかちょっとね改めて気が引き締まったライブでした。そういう意味ではまあでもタイムボムもね10人でやっと披露できたし、しかもフルで、まあそれこそそれも悔しかったけど、やっぱ1曲作るのにあんなに時間かかる曲って多分これからそうそうないと思うんですよ。 MV なくて衣装から振り付けから結局今回も何何あタイムボムの人来た。ラビリンスじゃん。今タイムボムの話したんですよ。マジ？そう初10人でそう1曲にあんなに時間かかる曲ないやろなって。ないね、うん、マジでない。振り入れ30分で終わる曲とかありますよね。あるよ、全然あるよ。今回のリクはもう YouTube からしたらめっちゃ振り変わってますもんね。めっちゃ変わった変わった変わった、うん、これから多分ヒーローするにつれて振りめっちゃ変わると思う。絶対だってユーミンさんの変わりがねいろいろあるから、うん、だからなんかあんなに進化し続ける曲はないなって、うん、いやほんまにそう、めっちゃ思った、うん、なんかもうライブ仕様にするね。そのライブのはいはいはい、はい、もう MV がないから、うん、正解がまずないじゃないですか。めっちゃわかる。そうまずミュージックビデオがないから正解に振りかない、うん、で振り付け師さんもゆうみさんやからそう変えれ る, めっちゃわかる。もうなんていうやろやりたい方だよ。そうだからもうライブの規模とステージの大きさに合わせて全然変えれるし人数にも変えれるし、それがいい。そうだからなんか改めて全部新鮮な、一番怖かったの企画が分かる。めっちゃ分かる。めっちゃ何よりも不安やった。分かる分かるわ。そうだからこれからも進化していくやろうなってめっちゃ思います。そうそうやって何分ぐらい経ったん。もう経ちました。もう終わります。こんばんは。じゃあゆずちゃんがショールーム始めたので終わりたいと思います。こんばんは。そうそうなんか違うなと思った。そう配信では映ってなかったんけど、最後ね全員のスポットライトがギュッて真ん中に集まって そう、それをみんなで手を伸ばすっていう、ありました。あのエモさを実は、あ会場にいた方は分かると思うんですけど、そういう演出を私たちからお願いして、ね、ユミさんのこだわりで、そう、それを始まったやりました。まあ終わりますね。13位サムさん、12位ヨシさん、11位アサマックさん、怖い怖い怖いめっちゃ怖い。10位がコジ、9位がバックン、8位が野原しんのすけのすけ、7位が峠さん、6位がハマノン、5位がキャネ、4位がまこっちゃん、3位が小山さん、2位がガンズン、そして1位がしょうちゃんの番でした。ありがとうございます。ということで1位はしょうちゃんの番でした。ダッサイでは皆さんありがとうございました。ゆずちゃんが配信始めてるのでぜひ皆さん見てください。バイバーイ。